今日は初心者ですが、もうサードはやっと2年目に突入した国。さあ2年目でこの強さ、練習したらどんだけ化けてしまうんだという、修行したら大変なことになります。このとこ国人気投票もだいぶ稼いでます。マンブロ勝利、これを覚えてきた国。さあ後ろにミートで投げる。さあ YSB ハウス逃げ出した国、ダメってまだピアラないが。さあ国が狙っているぞ。下ブロソフト狙いと前。さあどうなる、 YSB 払う。国が入りたい、入り込めるか。これスクリュー決まって、さあミートうまい YSB。しかし投げはグラップしている。中盤これを大和作戦、これがクリ点。さあどうなる、さあ逃げれるか。グラップしてまだ掘れない灼熱、うまい使い方。地上戦受けてたスクリーン、台湾しっかり波動拳。さあ国立ち回りがうまいぞ。さあブロッテ逆に大パンチ。さあ国取り返す。さあ YSB3 連勝あるのか。ファイナルラウンド判定勝ちを沈め、国謎のしゃがくらくぐれない。ミートこれに反応で避けていく。中打し灼熱を追い払って、ひとまず自分の間合いを保ちたいが不利。中足と中足が相打ち、これは完全 YS にペースだが途中から当たる。トモエ国が怒られるやつです。怒られるやつ来ました、怒られるやつ来ました国さん。逃げジャンプ、さあ国対空なるか、取っている。なんかグラップ熱い展開、中足中盤中足と、さあどっち。ともえ、まさかのともえ。さあ東北大会の準決勝では大将戦でこのカードがありました。さあめくりブロして、さあ歴戦には定評があるマツケンが負けた後にしっかりと仕留めた、そんなこのカードでした。さあ血をで入れなかった。なんかグラップ中フラ中足からイークスブラッチョ、オフラジ中足ブラッチョパワーボム、これが強いんですカズヤ。さあ東北大会の準決勝の大将戦再びなるか。トモエネ投げて波動全部当たる、これはまだピロない。さあ国攻める、どっから入りたい。さあカズヤ逃げ切れるか、久しぶりしまうのか、逃げたカズヤうまく逃げている。大盤まだこれは大空昇龍家逆に出る国、怒られるやつです。投げて灼熱、さあ前ブロからしゃがみ大パン、立ち回り激うまな国ですがコンボが下手です。それが国スタイル。ともえ中足左足、これは EXL も確定。ともえこれは国スペシャル、遅らせ全部取っていく。これ EXL は溜まってなかったか。さあこれかなり厳しい展開になってるぞ。さあさばききれる確認、中足さばき投げて中足降り、これ決めていく。弱電鎮シレイド刺さるか、投げば決まって、リバーサルをヘッドバット。さあ昇龍はね空中風呂があるからね、それよぎったんで、まあ、遅らせて投げとか遅らせ系にも対応できる竜巻でやっていこうと思ったら、確かに今の悪い選択じゃなかったんですね、ヘッドバットでした。いやカズヤさん勝負強いです。いや素晴らしかったですねカズヤ。さあ来ましたダノ突進、ダノ突進頼む。さあアレクセンは大好きというダノ突進、大幅リードをしております。ハーフ、あのカーフは抜けれません。さあ対するカズヤアルクはなんとスタンガンを選んでます。これはスタンガンが有効なんでしょうか。今抜けられましたね。もう時代が終わったっぽいですね。あれ終わったんですか。抜けれちゃいましたね。ハートシンには効かなかったと。今日は対策されてましたね。終わりましたね。前はなんか抜けれないって話だったんですけどね。なるほど、時代は変わりゆくものということで、タナトスが捨ててきますね、ゲージを。ゲージ全部排除しにいました。キャラ差あるからゲージなんかいらねえぞと、いらねえぞと、男らしい。さあタナトスシーン、アレクと当たりたいと言ってましたが、そこはしっかり倒してくれるんでしょう。さあこれは抜けれない、これが抜けれない、試合は終わってないんだぞと、終わってなかったと。カズヤのアレクは叫ぶ、力強い投げで殺していく。これがカズヤスタイル。タナトシン、タナトシンいいですねぐらいですね今。そうですね、ここで勝てば投票一気に獲得ということで、はいマスト登場、気合が入りますマッチボーキー。さあマッチボーキー、ここで勝って票数を手に入れたいところだが、対するカズヤアルクも温まっている。さあ空気刺さって竜巻で8攻め、裏回るか、投げは暴れて切られていく。中和者波動メッパでこちら手堅いダメージを奪っていきます。あとは拒否するだけと。対するカズヤもこちらエルボーで切っていく。柱は読んでいた。さあこうなるとわからない、ワンチャンで死んでいくゴーキー、お互いにワンチャン伺います。しっかり削りに行くマッチ合計1本先制です。 PA のおまけ付き。さあ2ラウンド目始まりました。じりじりした開発となっております。投げ決まる、8攻めが恐ろしい、大きな8攻めは強い。しかしこちらワンブロで切り返してきます。逆にアレクの8が始まる。スタンとなり、ここでカズヤアレク1本取り返す。おお取り返しますねカズに。クニさんマイク遠い遠い。そう、クニさん俺の方のマイクにしたね多分。あこっちの方がちっちゃそうだね。あそうだね多分。まあクニさんカラオケもしないんであんまマイクのね使いが慣れてない。そうですね、マイク使わないですねあんまり。と言ってる間にこれファイナルラウンドですよ。マストちょっとこれ最後のアピールタイムですよマッチ。さあ攻めてるのはマッチさんです。投げてガードしてガーツヤワークしない分かんないですよこれどうなる。クリさんありますよ。カズヤ強し、カズヤやりました。合ってますね。さあ4人目の来ましたね、はい、4人目のキングギドラ、交渉キングギドラ。いや来るんだったらもう4人目のキングギドラでいいですわ。来ました、はい、強すぎにやめてくださいね。4人目のギドラもういいでしょう。そこまでギド兄が来ましたよ。入れなくてもギド兄のクロちゃんがしかし押してますよカズヤアレク。いやカズヤアレクなんだかんだで10人とも1万から1000やってますからね。もう何十回やったらってくらい。おおレイドパナシングがそこは加わらない。さあこの気候書どこで使っていくのか。投げに対して毎台経過で2フレなんで気候書つながるんですよね。なるほど。さあカズヤおっともう1万試合やってるんだどうぞ。年季が違うんじゃと吠える数や。今の黒田うますぎなんですよ。さあ画面柱まず風歩く。高所どこでぶっ込んでいくのか。高所はやっぱもう前台形からしかぶっ込む場所がないんで、対空とかどうなんですかねあれは。ああどうなんですかね、みんな取れるんですかね。ちなみに俺は絶対取れないんですけど、みんなやっぱやり込み勢はできる取れるんじゃないですか。 YSB さんが回数数えてましたね前ね。パン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 。 YSB あの何回ですか高所。20回。さあ20回と風アイレクにアドバイスを送る。さあ黒田純理さばく。1ラウンド目とは打って変わって通常技でいなすいなす。4人目のギドラ。さあここでぶっ込む。さあ中足中足安定です。さあファイナルラウンドお互いゲージはマックスです。さあ赤村珍しく見せましたね。中足出る4割ゲット。移動投げ小足で移動ワオが決まってケツを投げられる。さあ数やるのか投げグラップダイヤ差し合い投げて今度は投げ返すが黒だ。さあ気候者がたまるときつくなるぞ。膝は重ならない。さあ黒だが同気候者を風谷が地上戦受け入れる。投げに対してのフラチョ5番で割っていきます。これは厳しい。ダッシュ交渉風アルク大健闘です。さあチュンリー戦はどうなんでしょうか。アッシー厚にチュンリー戦うまいんですよ。高円寺でかなりやってると思うんですよ。檜山君とかなりやってるんで、はい、キャラ体ができてないということはないと思うんですが、しかし相手は黒田ですから。ただ前中継は気候者を隠っちゃうんで、その気をつけた方がいい。さあ息吹を巧みに操るアッシー投げかくってガスミ。これは黒がでも取れない。安定の削りがこの安定の削りやばいっすね。3ゲージですかね。そしてあれ、はい、ブロックブラック。さあツニーが久々の登場で黒田倒せるか。さあ投げてくる。中足先端からはなんもないんで、そこは意識した方がいいですね。今移動投げしてる距離って何もないんで、高所だと。なるほど、はい、痛くないと。あそこは投げ食らっちゃダメですから。投げでも減りますよ、威力は。さあ八景決まって黒が一本取り返す。さあゲージ強度は 1.5 マックス。さあケツから高所いぶきは減るぞ。4割ゲット。黒田にあの辺の連携は効かないでしょうね。全てグラップされてます。下油これがうまいんすよ。クナイ投げて焼酎中。あのクナイ表。さあ淳がリード。いや淳はうまいっすからね。中日戦これありますよ。中日先端食らってもいいんで頑張ってほしいです。淳やる。淳が黒田チュンリーを倒す。お見事です。やっぱり高円寺でさあ黒い方が火が淳でも本当に強くなってるんで、このまま全部倒しちゃうっていうのはありますからね。さあさすがに比嘉の壁全員一息は厳しいのか。ただ息吹のこと知り尽くしてんね比嘉さんは、はい。息吹に負ける姿はほとんど見たことないですよね。見たことありませんね。このキャラがどんだけ弱いっていうのが比嘉さんが一番してますから。そうですね、はい、もう淳の手の内はお見通しでしょう比嘉息吹。さあ凡勝で差し返していくライダー投げて。さあ比嘉の壁はきついか淳。投げて中足霞だけ投げるライガー大志置いてあるジャンプ中継に突っ込む投げ前かい霞これは読めているさあだろいい削り霞かけ表さあこれは落ちリードかゲージを止めないアッチ逃げるアッチさあ止まったどうなる比嘉は霞すだけでは殺せない霞を近くでこれは決まったさあアッチ取り返すさあ副将の比嘉がこのままお亡くなりになるのか投げて昇竜霞スライディング相打ち空中投げできシャブロー中足つぶちが奪って中足つぶち昇竜切り返してさああっちがターンを持ってく大盤中足さあ忍者同士の戦いどうなるか分からない投げるロップ霞スタッカーのあっちが出なかったか今の出なくてよかったのか投げてアツシが比嘉を超えたさあでは立ち回りもボスとミモラとハイタに足してねえかけですかける3みたいなもんなかける3ですかはい強すぎますねそれは相当アツシさんでも厳しい比嘉を超えたところでというところはあるかもしれません ねやはりそこは富永さんにはとはいさあアツシが3タでするのか久々登場淳ガラクサ裏に回って大パンチェストジャンプしている大足逃げるところ追っかけて飛びこう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 オリジナルコンボから PA さあコミコは4連打からの PA お見事でしたこれが牽制の実力中盤チェスト上り剣これは読めていたさあチニーナ取ってガラクサー決めるかアッチには決めるのか決めないで安定 PA からの高波あいつ牽制にしか勝てねえとか言っててこれかよお前さあそうですね相当ないやでもこれ本当うまいですよ孫の天だけは本当に本当にうまいですよね本当にうまいです今でも動画が残ってますけどはいネクロ使いは全員見た方がいいですよこれ誠に有利って言えるのだから日本でこいつだけじゃないですか海さんだけです誠戦だけはもう別格すぎますねこれさあ久しぶりのウニ登場1年ぶりかさあサードも久しぶりさあバックダッシュ読めてますよとスネークハングはこれは何もないのかダッシュだけ隠れそうですけどね国さん今のそうですね今のはさあウニの立ち回りに注目マイライファン絶対辛くさ当たりませんね無理ですねシャブロこれは入らないビリビリでマイライバンこれ富永先手奪う裏回り投げはこれは確定土佐波は許さないリーチをかけたウニ2馬差を潰していくアシスト隠らして投げる中盤確認このウニのワイドに注目このヒット確認能力この間合い感に誠何もできません本当に有利あるのか投げて入り込んでいく富永バックラシードさらにダブルやっぱネクロ有利はないですねバックラッシュしなかったら裏に行って終わりですから終わってますね終わりですこれ本当。2択これはばらしていくお見事投げてさあ牽制があーこれはサー読めていた。ガラクサー大盤 EX からのボス腰下ろしガラクサーウニを倒していく。これお見事です。これが牽制の力。ウニが誠に負けたり久々にいましたね。そうですね、全部倒してますもの今まで。でも今のまあ大都さん後ろにビリビリが出ないんで。ああなるほど。さあこれマルコ、マルコも同票15位か4位。はいヤバンパク。さあマルコチュンリーヤバンパクのチームメイトはマツケンアイク。マツケンさんアイクさんのチームですか、強すぎます。マツケンアイクマルコなんでそこも優勝候補ですね。はい、投げてしかし中足をよくせんマルコスタブローから決めていきます。さあ海外勢が決めるか、海外勢が決めたら初になります。中足白熱マルコリーチ前田圭がなぜかスカル投げて、さあ中足をよく小さな身がなければ何も怖くないですこの誠。チェスト入らない。ダイバーチェスト聖中先行断付き。これピロライケツ腰移動投げうまいマルコ移動投げ勝ったなマルコ拍手。さあ決めましたマルコ。グニさんなんと海外勢が東西戦決めたの初です。拍手。マルコよくやりました。マルコおめでとう。マルコ頑張りました。さあ素晴らしい牽制ですよ相手。キャラが強い、キャラが強い。牽制のマルコが倒していく。終わってる。フランスが勝ちますか。100-0。素晴らしいですね。順利有利素晴らしい。